口味道。よし、じゃあ早速あのすっげー高い展望台行くか。おい、お前ら何はしゃいでんだ。上海に何しに来たか分かってんのか。観光。違うわ、仕事、仕事の依頼。上海からわざわざ依頼をくれた周さんのデートを成功させるのが今日の僕たちの仕事ですよ。今日が人生初デートなんです。よろず屋の皆さん、何かアドバイスをいただけませんか。女はギャップに弱いやる。ギャップを生かしていけばいいやる。ギャップって何、うん、全然わかんないんだけど。こういう時はあれだ、ドライブして綺麗な夜景見て最後に一発ドカーンと行け。ドカーン。車の手配はしておいた。いつの間に。ありがとうございます。バッチリ決めてくる。ある。うわ、今日も混んでるな。今日は行けると思ったんだけどな。ララララララ。うるさい。一緒に飲もう。卓球なんてどう？いや。麻雀は？無理。美味しいよ。嫌い。あの人は車の中で何やってんの？しかも全然進んでねえし。ドライブデートの意味なくね。いや、ドライブ提案したのあんた。こんな時どうすれば。あ、そうだ、ギャップ、ギャップだ。ねえ見て。ん、なんで変顔。確かにギャップだけれども。全然分かってないね。どうしましょう銀さん。ったく、しょうがねえな。せーの、ドカーン。初デートこそドカーンと行かねえとな。あ、銀さん報酬は？美味しい道を行こう。海鮮のあいみ堂。あいみ堂、銀玉バージョンもあるぞ。